日はですね、はい、沖縄に行くんですけども、はい、パッキングしておりましてですね、はい、たくさん服を詰めてまして、なるほど、なんと朝起きたら着る服が全部入ってましたなかったという、これあるあるなんじゃないですか。ちゃんだけで雄大君グーッと増えました。マジ何それ。弱いじゃんけんだな。いや絶対勝つ。あ、じゃあ分かった、俺こっち4人が勝ったら雄大君のコーヒー買ってあげよう。よっしゃ。あで雄大君が負けたら俺らの勝つ。そうしよう。そうね。え、待って待って待って、いや分かった、男気じゃんけんして1人ですみんなで飲み込む。男気ね。男気？オッケーオッケー。何もない。いや絶対勝ちて。マジ本気出そう。本気がしね。うん。絶対勝ちたい。じゃんけんじゃんけんぽい。あー一個でしょ。くそー。うわーそう。こっち上がられなかった。あー怒りたかったな。払いたかった。めっちゃ払いたかったな。払いたかったわ。チェーン。チェーン。J です。J です。沖縄麦わら帽子早くもらってあの沖縄感出したいです。それだけ。2年ぶりの沖縄。初めての沖縄です。地元がね鹿児島だからね、それより南に下ることはないんですよ。言うてしまえば南だからね鹿児島、うん。そうだね。それ以上行くことはないですが。店に着きました。いい、疲れてるじゃん。暑い暑いね。そう撮ってますよ。撮ってるよ。はいどうも。ええモリモリ食べて明日に備えましょうや。そうですね。そうやって、さてさて、俺の台見つける人。あれ、え？ホテル。ホテル到着しました。見つける人これ。さあここが高木さん雄大さんの部屋になります。これ見てください。いや綺麗やな。服でしょ。はいはい。でこれが、うわ。やっぱね、こう必要なね。お前台、お前台がよ。そしてそれ僕止まらないです。こちらからね、止まらないですけど。さあ、そしてこちら、あれやめてよ、そうやってさ、剣さん&レイチェルさん部屋、侵害は激しい。ババーン。あ、ちょっとうるさいです。ちょっとうるさいですよ。あ、ちょっとケースこっち来て。あ、やばいケースこっち来て、はい、ちょ、レイチェルそこ閉めて。あ、なんだちょっと、しばらく、閉めます。閉めて、そこダメって言ったよね。やばいですこれ。ケースにダメって言ったよね。これまずいですよ。やばい。はい。そういうのやばいよ。あ、そうそう。ダメって言ったよね。はい。あれほど言ったじゃん。はい。部屋だけは入んなって。あ、ごめんなさい。それは初めて、初めて聞きました。それ。はい、痛い目会いたくないの。会いたくないです。すいません。一回言ったこと聞いて。はい。ちょっともう入らないですということでね。はい、部屋。はい、部屋。だいぶね、皆さん怖いシーンが続きましたが、はいはいはい、衣装とまあ、もろもろ人を閉じ込める用のセットがあります。広いですね、ここね。ファブリーズあるし、うん、そう、ファブリーズ大事。あれこうやってあれまあ、こういう感じね。こうやって何見たんですか。台が欲しい。台が。ああ、机ですか。そう欲しいっすよね、机。いや、これ邪魔なんだけど。人の言うこと聞いてる。今日は厳しめな剣さんでございます。そうです。言うこと聞かないやつなんだよね。もうこの部屋には入れないでしょう、一生。続いて勝手に開いたんだけど。え、このドア。やだやだやだ、怖い怖い。どういうことですか。え、勝手に開いた、勝手に開いた。これだ。これ何があったんですか、剣さん。これハブに噛まれた。あの、靴下に毒が回った。ハブに噛まれた。いや、これびっくりでしたよ、さっき。こういうことになる。沖縄は気をつけます。これ真っ白だったんですよね。そう、真っ白。今日初めて履いた、この靴下。それ、ルイヴィトンのやつ。そうそうそう。うわ15万。うわ15万する。もったいな。愛して
て愛してるの日々気づきで強くなれる気がしたよ。姫でー一個ずつむずいな。でもいけそうじゃないですか。ミントを食べたいと思います。シーサー島です。これ気につける。多分そうですね。そのままじゃないです。デフォルトじゃないです。一回デフォで行ってみたら。デフォでデフォ海ぶどう一回行って。一回デフォデフォぶどうね、はい、デフォぶどう、はい、あ、まだありません。はい、美味しいです。今、安泰のダンスを撮ってきて休憩してます。よし、あげくやがった。汗かいてない人。汗かいてない人ね。涼しそうな顔してる今日。また次は、ふやの曲があります。I love you right side I love you.光も包むから見せて君の風になった。そんな感じで帰りますよ。はい、はい、楽しかったですね。1日1日が早かった。昨日来て今日帰る、ね、それは言い過ぎたけど、そうだね。そうだね。